人の働き第14章イコニオムでも二人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り話をするとユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入ったしかし信じようとしないユダヤ人たちは違法人たちをそそのかして兄弟たちに対し悪意を抱かせたそれでも二人は長らく滞在し主によって大胆に語った 主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、二恵みの言葉の証明をされた。ところが町の人々は二派に分かれ、ある者はユダヤ人の側につき、ある者は使徒たちの側についた。違法人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になって、使徒たちを恥ずかしめて、石打ちにしようと企てたとき、二人はそれを知って、ルカオニアの町であるルステラとデルベ、 およびその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けた。ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれつき足の苗た人で歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て、大声で、自分の足でまっすぐに立ちなさい、と言った。 すると彼は飛び上がって歩き出した。パウロのしたことを見た群衆は声を張り上げルカオニア語で「神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだ」と言ったそしてバルナバを「ゼウス」と呼びパウロが主に話す人であったのでパウロを「ヘルメス」と呼んだすると町の門の前にある「ゼウス神殿」の祭司はおウシスーと花飾りを門の前に携えてきて 群衆と一緒に生贄を捧げようとした。これを聞いた人徒たち、バルナバとパウロは、衣を裂いて群衆の中に駆け込み、叫びながら言った。皆さんどうしてこんなことをするのですか。私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて、天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちです。 過ぎ去った時代には、神はあらゆる国の人々が、それぞれ自分の道に歩むことを許しておられました。とはいえ、ご自身のことを明かししないでおられたのではありません。すなわち、恵みをもって、天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとで、あなた方の心を満たしてくださったのです。こう言って、ようやくのことで、群衆が彼らに生贄を捧げるのをやめさせた。 ところが、アンテオケとイコニオムからユダヤ人たちが来て、群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし、弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にデルベに向かった。彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてから、 ルステラとイコニオムとアンテオケとに引き返して弟子たちの心を強めこの信仰にしっかりとどまるように進め「私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならない」と言ったまた彼らのために教会ごとに長老たちを選び断食をして祈って後彼らをその信じていた主に委ねた。 二人はピシデアを通ってパンフリアに着き、ペルガで御言葉を語ってからアタリアに下りそこから船でアンテオケに帰ったそこは彼らが今成し遂げた働きのために以前神の恵みに委ねられて送り出されたところであったそこに着くと教会の人々を集め神が彼らと共にいて行われたすべてのことと 異法人に信仰の門を開いてくださったことと報告した。そして彼らはかなり長い期間を弟子たちと共に過ごした。